東山のり新社長、就任で不可避な社名変更、ジャニーズの消滅。莫大なリネーム費、最大100億円超、被害者賠償金と合わせて、金欠事態も、ジャニーズ事務所の会見まであと1日と迫っている。北川市、去年87の加害問題をめぐって8月29日、ジャニーズ事務所が設置した。 外部専門家による再発防止特別チーム座長林誠前県事総長が都内で会見を行って長年にわたって行われていたと認定。藤島ジュリー稽子社長57にも辞任勧告を行った。これを受け、ジャニーズ事務所は9月7日14時から会見を行うと発表。 ここでジュリー氏の社長退任、新社長が9月4日配信の文春オンラインが、新社長には東山則行56に就任すると断定的に報道。ジュリー氏は社長退任後、代表権もそのままに取締役として残留する方向で調整中だとも報じた。大きな関心が寄せられており、特別チームは会見で提言を受けた事務所が考えること。 と回答。しかし、ジャニー氏の名前を冠したままだと、課害問題のイメージが残ってしまい、スポンサー契約などに多大な影響を及ぼす可能性があると、9月1日のスポーツに、東山も、社名変更に MC 番組で言及していた。次期社長だと報じられている東山も5月21日、MC を務める、サンデーライブ。 テレビ朝日系で次のように<在>コメントしていた在籍しているタレントはどうすべきなのか、告発された皆さんにどう対処するべきなのか、そもそもジャニーズという名前を存続させるべきなのかを含め、ライブの方とともにすべてを新しくし、透明性をもってこの問題に取り組んでいかなくてはならないと思っています5月22日放送の夕方のニュース番組、N スタ TBS 系では、 東山のこの発言を大きく取り上げたが、オランダ出身の実業家で同番組のコメンテーターを務めるハロルド・ジョージ名氏59は、ジャニーズというのは同族企業的な名前も印象付けられ、英語で言うとジャニーズはジャニーのものという意味合いにも取られるので、ちょっと考え直した方がいいのかもしれませんね、と話していた。